お疲れ様です皆さん。いや、説明しよう。今回はこのフラフープをただただ回し続けるだけの動画だ。いや、そこに何か他のスパイスが入るかもしれない。では皆さん、私と一緒にフラフープに挑戦してみてくれ。ではスタート。ちょっと早くないですか？お、できた。直人さんはおならを振るんですか？完全にフラフープさ、フラフープチャレンジですね。お、できてますか？これ、皆さん、あ、ダメですね。もうちょっとしてくれないと、やっぱりチャレンジ成功には至りませんね、これは。せめてやっぱり1分ぐらい皆さんと一緒にやりたいですよね。お、これ回ってますね。皆さん今回ってますか？さあ、今一緒に直人さんとやってください。ちょっと面白いです。いいですね。いいよ。回ってる回ってる。お、いい感じです。皆さん回せてますか？今体幹が鍛えられてます。これで体幹です。これは、フラフープと、はい、やってください。説明ができません、フラフープの。あら。お、ギブアップですか？まだやるそうです。やっていただきましょう。あら、全然あのフラフープの説明ができませんね、これじゃ。あ、できました、できました。これですね、すごく体幹ね、あとバランスね、この辺が鍛えられております。ただいまですね。非常にこのね、リズムカルな動きが、あ、厳しいですね。なかなかきつそう。これはすごい、あの多分、見てるだけなんですけど、僕は。消費エネルギーというかですね、そこも、あ、どうした、直人、野球部はこれが限界か？死んでますね。さあ、みんなも頑張ってね、直人さんと一緒に回していきましょう。今エネルギーが燃えてます。筋肉が鍛えられておりますね。さあ、このリズムね、大事です。このリズムさえ整えば、ほら、上手にできますね。いい感じです。直人さん、動きがちょっといい感じですよ。前に、後ろに、横にと、しっかり動かしております。さあ、皆さん頑張って。あと少し頑張りましょう。あと少し頑張ったらですね、皆さん、ゴールですよ、多分ね。今日のゴールを決めるのは彼ですからね。どんな感じで、決まるかはわかりませんが、待ってみたいと思いますね。さあ、あと少し。おお、でも結構続いてますよ。いいですね。結構きついですか？余裕です。余裕だそうです。じゃあ、あと1時間してもらいましょうかね。今日はですね、1時間、フラフープをやってみるというところの動画みたいですね。まだ2分です。さあ。皆さん、余裕でやりますので、ぜひやってみてください。今日はこの辺にしておきます。じゃあ、バイバイ。終わり？本当？終わり、きつい。きついそうですね。消えた。